しまして、私、ミセスジャパンオーガナイザー、ウーマンズアカデミー代表取締役、吉田玲香のご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。こんにちは。こんにちは。長野インターネット放送局と申します。今桜平に来ております。はい、お名前と、この大会のお名前両方紹介してください。はい、はい、分かりました。ありがとうございます。私ミセスジャパンペイジェント長野エリアディレクターをしてます小松千恵子です。ミセス25歳以上の女性を対象としたミセスジャパンっていうミセスのための大会です。なるほど。何人もこう応募されていると思うんですけども、長野大会っていうのはもう一回、諏訪で行われるというふうに聞いたんですけども、今日の大会はどういう意味があったんでしょうか。はい、本日は選考会っていうことで、はい、勇気を持ってエントリーしていただいた県内の女性本日13名いらっしゃったんですけれど、はいはい、その方々がエントリーしてきてからいろんなレッスンを積んで自分の思いを30秒で人に伝えますっていうのの一つの練習っていうか、長野の代表を選ぶための選考会、予選会、うん、みたいな感じの。今年は選考会を柵で開催したんですが、はいはい、持ち回りですね、長野県広いじゃないですか、うん、なので昨年は諏訪で行いましたし、その前は軽井沢で行ってたりとか、いろんな地区で選考会は行います。理念といいますか、大会のそのどんな人を選ぶのか、その辺のところちょっと教えていただきます。はい、ミセスジャパンペイジェントでは、はい、外面の美しさだけではなく、内面、ミセス今まで生きてきた経験ですね、子育てをしてきた経験ですとか、はい、社会、会社で生きてきた女性の立場からですとか、主婦の立場から、様々な経験を積んだ女性がたくさんいらっしゃいまして、その中からその自分の思いを、地域貢献、こういうふうに役に立てれるんじゃないか、私はこういうふうに生きてきたけど社会にこんな形で貢献できるんじゃないかっていうような思いを30秒で言葉にまとめて発表をするので、うん、エントリー者はほとんどが普通の主婦であったり、うん、OL さんであったりパート職員であったり、ごくごく普通の女性ばかりです。で、その方たちがレッスンを通じて磨かれていくっていう大会です。レッスンがあるんですね。そうなんです。レッスンを積むことによってこうキラキラ輝き始めるっていう感じですかね。なんかミスコンっていうとどうもその外見ばかりにね、綺麗なプロポーションなんてちょっと思っちゃうんですけども、はい、そういうことではないと。そうですね、外見ばかりではなくて内面ですね、生きてきた経験をその先、はい、もしくは孫、子供に残していくために貢献していこうっていうところの方がミセスジャパンはメインになってます。ミセスジャパンペイジェントのペイジェントにはページをめくるっていう意味合いがありまして、自分の人生の一つのページをミセスジャパンでより良いものにしていきましょうっていうようなことを言っています。何かここで変わろうとこうもし思ってる女性がいたらぜひ参加する。そうです、ぜひぜひぜひご参加お待ちしてます。これをきっかけにね、はい、難しいことではないので、ちょっと恥ずかしいかなって思う方も多いんですけれども、はいはい、仲間が同じ考えを持った仲間がたくさんできますので、うん、ぜひ一歩踏み出してみてください。そして諏訪大会で優勝すれば全国大会につながるということですね。そうです。長野を代表した女性として10月に東京で行われる日本大会に出場していただきます。まあ、そこで優勝しなくてもやっぱり何かその
ここへ参加したっていうきっかけがあると思うんですよね。そうですね、入賞するだけ賞を取るだけではなく、同じ思いを持ったミセスたちのこういう仲間ができるっていうのが非常に大きいメリットだと思います。私も昨年エントリーして今年運営に携わっているんですけれども、昨年エントリーした仲間は今でもなんか切磋琢磨し合った仲間ってとても仲良くお付き合いしてます。まだまだ募集してるとお聞きしました。そうなんです。ぜひあなたの応募をお待ちしてます。ぜひ夢に向かって頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。